モリモリプレートを手で楽しくいただく、そう、今回はグルメ会です。これ、やばいね。どうも、マックスです。私は本日こちら、飯田橋の駅から徒歩30秒ぐらいですかね、ここベラーン琥珀ブルワリーさん、こちらに来ております。でね、こういう真面目なオープニングは僕いらないんですよ。ちょっと見てください。あのね、あの今ジンベエなんですよ。はい、ジンベエなんだんで、ちょっと胸元のセクシーさが消えました。すいません、お待たせました。本当にもういろいろなところに引っかかりかねない胸元、すいませんでした。で、もっと見てほしいのはこの足元見てください。下げてください。でらーん、エアモアップテンポ、わかります？これわかります？何の関係性からですか？中学生の夏祭りスタイル、わかります？ちなみにこの靴は僕が、ニューヨーク行って調子こいて、もう2足ぐらい、1足かと洋服ちょっといっぱい買ったんですけど、羽広げすぎて、ハニコさんに昔怒られました。マックスです。お願いします。今日はですね、先ほど申し上げたこちら琥珀ブルワリーさんでやるんですけども、なんと緊張しております。いつも台本ないこのオープニングにもかかわらずちょっと緊張します。なんでかというと、なんでかというと、ちょっとね、今風の匂い、風の流れがこうなんですけど、ちょっといい匂いがするんですよ。じゃあこれ食材の匂いじゃない、なんだ、そうだ、もやしちゃんだー。そう、今回のゲスト、もやしちゃんでーす。はい、こんにちは。歌うとる大食いアイドル、まえまえキュンキュン、もやしこともえなつきでーす。あー、すいません、すいません、すいません。あ、本当、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。見てください、このもやしの格好。何ですか、これ。サムライティング、今日から有料チャンネルになるんですよ。お金取るのもったいでしょ、この感じ。ちょっと後でね、ポロリとかあるかもしれないし。めめめめめめめ、見てください。今日から深夜番組になりました。というわけで、こんなモアイちゃんをお迎えして、今日はいろんな料理を食べたいと思うんですけれども、ちょっともう先に言っちゃおうかな。今回こちら琥珀ブルワリーさんはオリジナルの料理っていうのが、こちらローストビーフとか有名なんですね。あとプリン、スイーツであるんですけれども、今回はこの肉だけに限らず、他のお肉料理特別にいろいろ作ってもらって。嬉しい。それではこのオープニングの締めは僕ではない、もやしちゃん、お願いします。はい、レッツイーティーン。違う、今じゃない。合ってるよ、もう。今じゃなかった。俺個人的に自分の動画撮りたかった、これレッツイーティングだけ。今だったなと。はい、それではやってまいりました。この目の前にね、お互いのあるんですけれども、今日はこれだけではございません。このデカ盛りプラスケーキとかを合わせて2人で10キロ超え、10キロ、いきたいと思います。でちょっと説明していいですか。まずこれがダチョウのゆで卵。すごい、ダチョウのゆで卵。ゆで卵、はい。てかもうちょっと面倒くさいんで説明してもらっていいですか。仕事しろ。じゃあこれなんですか。これは鶏もも肉のコンフィです、ね。おお、はい、これが2つ。そうです、2つ。で、これがこれが、豚のトマホークステーキ。トマホークステーキ、豚の豚です。牛じゃないですか。牛じゃないです。豚でトマホークってあるんですか。あります。このサイズちっちゃめなんですけど、今回。で、この下は下は何ですか、これ。下が、2種類のローストビーフを今回ご用意させていただいてまして、はい、ご飯の上に敷いてあるのが和牛のローストビーフです。この下の、これ和牛、和牛です。いやー、やばい。で、その上にある厚切りのローストビーフはサーロインの、ブラックアンガス牛のサーロインのローストビーフ。ほほ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 。このモリモリプレートを食べて楽しくいただく、そう、今回はグルメ会です。はい、嬉しい。ちなみにその重量ってどれくらいでやったんですか。そうですね、これがご飯と、まあ、お肉、卵全部合わせてだいたい5キロ弱くらい。5キロ弱、すごい。結構あるんですね。グルメ界2つ合わせて、2つ合わせて、8キロ、8.5 キロぐらい。なるほど、 8.5 キロ、すごい。で、他にもこの後料理いきますよね。はい、そうです、なるほど。デザートご用意させていただきます。嬉しい。多分俺グルメ界といえど、うん、やっぱりこういっぱい食べるんで、うん、足りないかもしれないんですけど、うん、おかわりってあります？もちろん。おー、マジか、あるんだ。香料プラスアルファあるんだ。多分だってマック食べるの早いし、うん、私チンタラ食べてたな。チンタラ。あと10キロぐらい余裕ある。お言って後悔することってありますよ
楽しもう。いいっすか、じゃあいただきます、しちゃっても。じゃあ、いただきます。いただきます。よいしょ。いい画面見ちゃう。見ちゃうよね。いただきます。もう好きに食べよう。うん、いっちゃおう。いただきます。すごい。どうしよう、どっから行く。どうしよう。一番推しがローストビーフですか。一番推しはローストビーフですね。私も黒毛和牛じゃない、和牛の。和牛の、そうです。じゃあちょっと、まず下に引いてあるので。おー、しそう、霜降り。これ、味ついてます。まだ塩コショウでしか味付けない。まず、ちょっとこのまま。どうですか。これ、やばいね。うん、おいしい。これ、完全に本物のやつや。うん、結構、ローストビーフって赤身のイメージだけど、霜降りやからすっごい脂の甘みが感じられて、めちゃくちゃおいしい。今日はもうそういうことは全部萌えちゃんに任せる。仕事してください。もうひたすら食べるっていう。そして、肉が、こっちがあれか。ソースいっぱいあるんだよね。いや、確かにソースかけたい。これローストビーフに合うソースどれですか。ローストビーフに合うのは、この卵が入っているビーフ醤油か、あとその隣にあるグレービーソース。ここ、はい、ありがとうございます。その白いのに入っている焼肉の和風バーベキューソース、この3つが。はい、ありがとうございます。天才じゃないですか、マジで。天才。肉でもめちゃめちゃうまいのに、かける5ぐらいでうまくなりますよ。ね、そんなに変わるんですか。やばいよね。トリュフ醤油、初めて食べた卵黄トリュフ醤油って。おいしい。でかいっすね。うちのチビぐらいの頭の重さなんだけど、これ。マジで。これやばいよ、これ。おらい。すごい。てか、そもそもダチョウなんて僕食べたことないっすよ。ないっしょ、ダチョウ。ダチョウ実はあって。え、ダチョウのお肉がめっちゃ美味しくて、なんかダチョウのお肉って菌がないから、生でも食べてよくいいかな。めっちゃ美味しいんですけど、と、ダチョウのお肉と目玉焼きは食べたことあるけど、ゆで卵は初めて。美味しかった。美味しかった、めっちゃ美味しい。へぇ、すごい。親父の顔ぐらいにある。で、卵、普通の卵の25個分ぐらい。これ卵だと何グラムぐらいあるんですか、重さ。この卵で、殻ない状態で 1.5 キロぐらいあります。え、そんなあるんですか。え、卵だけで。卵だけで。すごっ。すごいね。うーん、すごいっすか。うん、すぐに食べちゃうね。うん、すぐに食べちゃうね、ほんとね。いや、うんま、これ。これは何ですか。すだちおろしポン酢です。さっぱり。これ作ったんですか。それ作りました。手作りのすだちおろしポン酢。美味しいっすか。美味しい。鼻息荒くなってしまった。言葉にならない。味変がたくさんあるのってすごいですね。味がめっちゃあるの嬉しい。うわ、これ全然うめえんだけど。俺の味変のおろし部門でぶっちぎって1位ですね、人生の。ありがとうございます。やばくなってんだ、柑橘のさ。ぶっちぎってる。ぶっちぎってるよね。うん、結構さっぱりするし。猫の相性がいい。もう最初に言っときたいことがあるんですけど、言っていいですか。いいですよ。あの、僕、はい、大食い始めたのがもやでちゃんなんですよ。きっかけが。
だもやちゃんね、これ何回もこの話してるんですけど、じゃあ改めてちょっとしたいなと。あの僕が2014年ぐらいに多分もやちゃん出始めて、そのがっつり僕ね、ほんと知ってるんですよ。でも2013年ぐらいが出てるんですよ、もやちゃん。そうね、大阪予選とか言ってたよね、うん、知ってて、で2014年でバーンってなって、その時に、あ、可愛い子出てきたなってなって、ずっともともと大食い王ファンなんでテレビ見てるじゃないですか。っていう中でもやちゃんがブログ上げてたの、油そばのチャレンジ目に行きましたので、ブログ上げて、うん、で美味しかったウフフみたいなブログ上げてて、そのお店行ったんですよ、はい、そしたらチャレンジメニュー結構簡単にくらいできて、チャレンジメニューやってたブログなんですけど、はい、チャレンジメニューの会のブログで、で、めちゃめちゃ美味しくて簡単にくらいできて、あれこれ俺いけんじゃねえみたいなところがきっかけだったんですよ。だから本当にお前ちゃんが導いてくれたおかげで、いろいろ人生がめちゃくちゃプラスになって今があるんですよね。なるほど、これ本当にマジで本当にありがとうございます。嬉しい、よかった、本当に。これね、本当にね、マジなんですよ。まずここで言いたいのは、本当にマックが大食い業界に来てくれて本当に嬉しい。でも、褒めるのなんか恥ずかしいけどやっぱムードメーカーやし、マックスがいるといないとで、多分大食いがの業界がこんなに仲良くなることはなかったんじゃないかなって思う。本当にありがとう。僕はあの4年5年目ぐらいですけど、こうお付き合いさせていただいて初めてやりました。これ割とガチです、このリアクション。めちゃくちゃ嬉しいやつです。いやだって初めてだよね、今こんなこと言ったのね。そうかも、ずっと思ってた。俺優勝。嬉しいですね、もやさんのおかげで、きっかけで大食い始めて、そのもやさんからすぐにおっしゃっていただけて、そう、本当に感謝してるマックス。マックスさん自体はこれガチで今照れてますからね。いやマジで、もう喋れてないもん。え、でもマジで、うん、それはマジでありがとう、うんうん、あ、そうなんだ。こういうエピソード聞けるのもなんか嬉しいですね、なんとして。嬉しい、本当に初めてすぎる、それは。え、本当にね、すごい。あとなんかあの、ハニコさんの、ハニコちゃんの料理が美味しすぎる。たまにね、マックスの家で開催してくれるハニ飯会が楽しすぎる。来てくれるんですよ。そう、やってらっしゃいますよね、うん、ツイッターとかでよく拝見する。そうで、またあの嫁さんも、はい、お前さんのこと大好きで。あー、なるほど。だからもうずっと海外行ってるんですよ。っていうかあれですから、普通にあのライブとか行ってますから、ね、うんうんうん、普通にファンなんすね。 CD も買うし、握手会も行ってるし、ピンで一人で、なんか、しかもケーキとか作って持ってきてくれて、で、一回その嫁さんに聞いて面白かったエピソードが、握手会に行って、もやず行って、で、こう結構あの、もやず声高いじゃないですか、うわーってなるじゃないですか。で、嫁さんも結構声高いんですよ。あーってなるから、なんか超音波の響き屋みたいになったらしいですよ。みたいな。軽くバカにしますよね。知らない本当にもう超音波の出し合い、ゆすられてるよ。私たちっていう、うん、だから僕よりも下手したらあの濃い付き合いしてるかもしれないです。超音波同士、握手会行っちゃってるぐらいですからね、うんうん、でまあそんなエピソードでもね、いい奥さんもらったね、ほんまに。それが何より嬉しい、私は。これちょっと恥ずかしいやつ、ガチってるやつ。いやでもね、そうなんですよね。だって本当に、だって僕の素人時代って言っちゃ言い方あれかもしれないけど、その時から知ってるわけだから、僕はゼロの時から知ってますからね。その東京の桃太郎寿、高円寺の桃太郎寿司とかでやった大食い王の予選ですよ、東京予選。2015年の4月ぐらいだったかな。そう、本当のデビュー。え、震えた。なんかすごい時代が変わるみたいな感じだったね。すごかった。それマジ、うん、スタッフさんざわざわしてて、行くみたいな、やばいやつ出てきたぞみたいな。本当に、うん、マジか。ガチで聞いてるじゃないですか。なんかね、あるようでなかったんですよね、こういう結構こう、うん、がっつりと話す感じ、うんうん、あ、そうなんですか。共演は何度かさせてもらったりとかあるんですけれど、結構テレビとかで共演されました、ね、多いけどね。多分ね、今ね、あの侍見てる方お気づきだと思うんですけど、うん、多分相当違和感のある感じだったの、僕が。あ、こいついつもの感じじゃねえなって、うん、リアルに伝わってると思いますよ。これね、俺も感じてた。あ、でももうこういう感じな、今日は。うん、戦友でもありますね。うん、うんうんうん、憧れの人でもあり、戦友でもあってしまいましたよ、うんうん、こういう風にニューヨーク行ったりとかもしたな。何回行った人に、2回か、2回かな、2回行ってます。海外、それ以外も
タイとかベトナムとか全部一緒行ってるもんね。行ってるね。なんでなんか楽しいのが今だから言うけど、なんかなんか選手は次の日の試合もあるからお部屋でおとなしくしなさいって言ってお弁当とか渡されるのにマックスと行くとか言って二人で買い出し行って。言って大丈夫なの？俺言っちゃまずいからなって言わないといたんだけど一応。いやただそれやってその大会でできてるっていうのはそうですね。まあ今なら許されるかな。食べる前に食べてるっていうのはやっぱ食べる人だから食べる人の気持ちお互い分かるんですよ。で、なんとなく好みも似てるんですよ。だからもうこうホテル戻ってもう外出ちゃダメだよってもう偉い人に言われるんですよ。だから分かりましたって言うんだけど、帰ったら部屋でちょっとさ下にケンタッキーあったけど行かねえんだ。そしたら行かねって振るじゃないですか。そしたらもう命まで行く行くって来るんですよ。で行くじゃないですか。やっぱ楽しいんですよ。まあ、そんなのを海外行ったら何回か繰り返しましたね。毎回夜な夜な徘徊。毎回だね。完全に悪夢じゃないですか。一回ね、ニューヨークでね、結構なんかね、ちょっと怖い感じの男だったんだけど、なんか二人でなんかわけわけやりながらのやり過ごせたみたいな時はありましたね。あ、そうだったんですか。なんだっけな、なんか一回なんかお店に入った瞬間に、なんかもう閉店だったのかわかんないけどほうきでシッシみたいなされて、モップそんなことあんの。店員さんに帰る帰る帰るみたいな。アジア系のお店でなんかすごいんですよ、パワープレイが。なんか掃除しててこうガラーンって入ってなんかねアヒルとか吊るしちゃったのかな、その店で。うまそうじゃんみたいな、明かりもついてる人もいるから入ろうって入ったらいきなりそのやつをああみたいな、悪いみたいな。で笑ってそのままあのバーガーキングさんに寄って帰るっていう。懐かしいね。懐かしい、ほんまに。うん、ほんとそんな感じなんですよ。いやなんか表情見ててすごい2人とも楽しそうなんで。楽しい。なんかこういう言い方がちょっと適切な表現かどうかわかんないですけど、うん、楽なんですよね、もう。わかる。わかる、うん、楽なんですよ、本当に、うん、あ、今日ちょっとちゃんとやらないと、あ、みたいなとか、うんうん、なんかいい意味で湧かないというか、うん、あ、なるほど、なるほど、やることはちゃんとやるんですよ、しっかりやるんですけど、なんか変に緊張しないというか、肩に力が入りすぎないという、自然体で入れるという、わ、割とゼロです、だからこういう感じではない、真ん中の感じ、うん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 、うん、それは感じますね。ちょっとした緊張あるんやろなっていうのは、うん、緊張私は一番ないかも、マックスが。ないですか。でも正直言っていいですか、うん、今日だけはちょっと緊張してます。マックスさんからしたらね、ちょっとモヤさんからしたら、まあ、その気の知れたお友達でしたけど、うん、マックスさんもモヤさんがきっかけですもんね。ゼロから1にした人ですよ、僕を。この白いふわふわ美味しい。突然だけどモーソナリッシュのクリーム。そうです、これ絶対好きだと思う。マックスの本当に、うん、なんかホイップクリームみたいな、うん、ね、これも作ったんですか。そうです、毎回聞いちゃいました。すごいなと思って。うん、ほんとね、めちゃくちゃうまい。天才。うん、何なんだこれ。ありがとうございます。うまい。これガンガンいける。うん、よし、ガンガンいっちゃおう。ちょっとやばいわこれ、うん、てかサーロインでこんだけ柔らかいのに、うん、和牛やばくね。うん、ね、和牛めちゃくちゃ美味しい。やばいよね。ね、ちょっとこれいっちゃおう。チキン、鶏もものコンフィ。うん。めちゃくちゃジューシー。中までちゃんと火が通ってるんですけど、すごく奥質がしっとりしてます。理由はさ、うん、トリュフ醤油、うん、これやばいね。普段もこのソースとか出るんですか。はい、めっちゃ食べてほしい。本当だよね。鶏もも
くない？プリップリ。やらっ、最近さ、うん、がっつりおぐいしてる？最近がっつりおぐいしてない。そらい、うん、なんかね、うんうん、これホットドッグを目指し始めてから、うんうんうん、なんか前よりより一層なんかやるようなトレーニング。え、今もトレーニングしてんの？回数はそれこそ大食いの手前とかより減ったけど、日常的には結構トレーニングになっちゃってるパターンが多い。えらい。それでこそアスリート。もうさ、アメリカ行かないの？ホットドッグやんないの？ホットドッグ一本ぐらいで終わっちゃう。なことない、なことない。パン系得意。そんなにかな。あのホットドッグめっちゃ大変だな。一回食べたけどね。え、もやつ的にさ、うん、あの水にダンプするやり方ありなの？うーんその辺あるじゃん、うんうん、色々とそれも関係してくるよね。でも強にいれば強に下げて言うし、あっち行ったら全然ありかなと思う。マジであっち楽しいよ。うん、行きたくなってきた。あのね、海苔が超いい。え、ホットドッグ何分で何本？チャンピオンは、女性のチャンピオンは、うん、去年はスコア落として30何本。何分で？10分。10分で30本超え、すごい。マックスは？俺は、去年の10分は、うん、決勝は39本だったかな、で、男性のチャンピオンは去年、今年は69だったかな、チェスナット。10分で39本。ちょっと信じられない。待って、1分3点ん？でもあれ飲めるぜ、ホットドッグ練習すれば。1分4本ん？チャンピオンは、あ、俺はそうだぜ。すごすぎる。っていうか、海外いっぱい行ってんじゃん。うん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 、海外事情すごい聞きたくて。うん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 、大会とかも出てるじゃん、その人前でさ。あ、うんうん。どの国が一番やりやすいというか、こうあれ盛んというか、こうオーディエンスがガーッと来る。本当ね。ベトナムで一回大食い大会、多分ベトナム史上初の大食い大会を開催して、うん、その時も神扱いされた。なんか何神扱い？うん。みんな大食い自慢の大きい男の人たちが出てきて、うん、で私があっさり勝ったから、もうなんかすごいみたいな。神というか、もう魔法使いみたいな。本当に、うん、え、そのた食べたものは何だったの、ベトナムで？フォー、ね、うーん、なんか4キロぐらいのフォーを、うん、早食いみたいな、早く食べたら勝ちです。うん、ね、一番に食べたかな。うん、だからまだまだ大食いの大食いという文化がない国めっちゃあると思うかな。それ大食いの受けは良かったの？めっちゃ良かった。あ、マジで？ベトナム？うん、ちょ、侍でベトナムお願いします。ベトナム、あの、タイでお願いします。あ、侍でベトナム。あ、はい。うちの代表がこれ言うと本当に動いてくれるから。私も連れてってほしい。タイに行きたい。ベトナムにも行きたい。行きたい。お願いします。お願いします。代表お願いします。行きましょうか。行くんだ。あの人ね、マジで動くから。本当に、うん、本当に私も、あの、連れてってください。うん、なんか、うん、まあ、え、マジで行く？いい、マジで行く。マジで行くの？うん、タイ10回ぐらい行ってますからね。代表タイのプロです。うん、マジか。行くならどこ？タイ？ベトナム？行くなら、うん、どこが行くの？アジア。うん、すいません、僕このあのトリュフ醤油おかわりください。はい、お願いします。俺的にはやっぱフォー食いたいから、うまいフォー。うんうん、ベトナム。ベトナム。でもその大食いの受けがいいとこ行こうな。ベトナムだね、やっぱ。うんうん、これ一番いいわ。すごいですね、まさかのおもやじちゃん第2回があるかもしれない。うんうんうん、海外遠征編。え、マジで行きたい。
お願いします代表。すごいな、うまっ。うん、これいけなかったら全然入れてもらったやつだからね。うん、ガンガンめっちゃ美味しいだよ。うん、ガンガン入れてる、これマジで。私本当にマックスがいると食べきれないっていうことがない、心配がない。お皿もう一個もらってもいいかな。骨、あ、てか骨を預かってほしいかも。あ、確かに骨入れとかね、こう、当たり、あ、あ、でも、ね、まあ、こっから行っちゃってもいいかな。こっから行っちゃもらってか。ありがとうございます。そっか、そんなに海外だとあれなんだ、神扱いされるんだ。うんうん、すげえな。なんか、普通に人ってなんか大きい人が食べるって思ってるかな。それにちっちゃいマヨネーズが使ったの、買って、なんか、イリュージョンみたいな感じだった。じゃ女性ではあんまりいないのかな。うんうんうん。え、あのベトナムって視聴者さんいらっしゃるんですか、国、このチャンネル。います。あ、はい。数はそこまで多くない。うーん、行きたい。新しいお皿をすいません。はい、飲みます。うん、飲み物とかも好きなの飲んだよね。うん、ちなみにベトナムよりタイの方が視聴者さんは多いです。おっ、タイ、はい、おー、美味しいとこいっぱいあるからね、ご飯ね。うん、一番は台湾です。台湾、台湾みたい。うん、うん、油やべえ。うん、やばくない？すごい。豚で米柔らかさって感じ、うん、すげえなって。柔らかいし、すっごいジューシー。ね、うん、マジってさ、うん、普段さ、うん、ご飯ってさ、どうしてるの？普段はオフの時っていうの、なんていうの、仕事じゃない時。仕事じゃない時、結構食べ歩き好きやから、うん、ちょっと食べ行く方が多いかも。え、自分で見つけるの店？うん、自分で見つけたりとか、友達が、なんか、友達に聞いたりとか。その時結構ガッツリ食べるんだ。その時は無限にお金があれば食べたいけどそこはしょうがないかな。美味しさを優先する。うん、うん、そのさ、うん、全然話せる範囲でいいし、うんうん、あなた全然カットしまったらあれなんだけど、うん、昔とさ、うん、今でさ、うん、行く店って変わった、うん、変わった。でもね、俺ちょっとその話したくて。全然あなた言ってね、うんうんうん。いや、なんかやっぱ変わるよね、うん、俺も変わったし、ね、うん、だいぶ変わった。そう、食べ放題にあんま行かなくなったまさにそれ、ね、なんかそれが別に儲けてとかっていうよりかは、こう仕事でもめっちゃ食べるのが仕事にしちゃったからこそ、なんか普段の食事をちょっと大事にしたいなっていうか、質にこだわりたくなった。すっげーわかるわ、うん、すっげーわかるわ。変わるよね。俺でもたまにやっぱ考えるもん、そういうこと、うんうん、リアルにね。これほんと直近だって言ってんね。うんうんうん、全然全然。なんかさ、うん、だからやっぱ考えるんだよね、そういうこと。なんかこ う, そ う, そう普通に仕事して普通に帰って、うん、電車の中とか車の中とかでさ、うん、こう車の中でパーって街の風景見てて、うん、パッて目にして、あそこ昔よく行ってたなみたいな、うん、でも最近行ってないな。なんか環境とか、うん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 、いろいろやっぱ変わるじゃん。うん、あーっていう、なんかいろんな、なんかすごいね、昔の自分がちょっと一瞬フラッシュバックしたりとか。うんうんうん、俺は、うん、とにかくモヤーズとドラゴ君に感謝。
俺一回 YouTube で燃え上がった時期があって、その時に助けてくれたのがドラゴくんだった。彼ので、俺ほんともうメンタル的にやっつけられてて、もう追いもやめようみたいな。いつも2016年から2017年の返り咲くまで、本当にもうあったじゃん俺一時、暗黒期があったじゃん。暗黒期その時に、ドラコくんと上野でご飯食べてたのかな、で彼がなんか映像を回してた、油そば屋さん行った時になんか映像を回してて、俺はもう動画そのものに恐怖心を覚えてたからもう嫌であったんだけど、なんかなんとなく入れてたのね、でそれを彼のサブチャンネルかなんかで流したのね、公開したら、そのなんかなんか普通のマックスいいじゃんみたいなコメントもらった、見た瞬間にもうマジかみたいな、俺までやれるのかなって思って、そっから気分をこうリフレッシュさせてやったら、いい方向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 って言ったから、ゼロから1にしてくれたのもやずで、でその1から2にしてくれたのがドラコくんって感じかな。すごい、これめちゃめちゃ知らなかった。ドラちゃんの話知らなかった。昨日、これドラコくんのいる前でいろんな人に話すんだけど、彼毎回テレアだから、いやもうそんなことないからとか言うんだけど、昨日一緒になってちょっと駅まで彼を送るっていうタイミングがあって、その時彼にまじまじともう一回感謝を言っといた。だからちょっと変な空気が流れた。車内二人でカメラも回ってないのに、ああもうありがとうみたいな、なんかうんみたいな、面白い。でもね本当にそうなのよ。そうなんや、なんかすごい仲間ってすごいな、大事。あとあれもんだな、あのハニコちゃんもさ、その歌もさ、その時に結婚したよね、確か。そうそう、暗黒期に結婚した、暗黒期に結婚した。それがすごいと思う、本当の愛だなって思う。そうっす、本当にそうっす。ちょっと心配したもん、ハニコちゃんのこと。いや、大丈夫かな、だいぶでしょ、みんな思ってたらしいよ。でもその俺ラスカル君っているじゃないですか。その僕が暗黒期の時にラスカル君がちょうど動画を始めて伸びてて、でその僕が行った店をの記録をことごとく塗り替えてたんですよ。だからその正直僕たちは面白くないじゃないですか。だからそのラスカル君と会ってもこう毛嫌いしちゃってたんですよね。であからさまの態度で、人がいようが関係なく。でその時に、ね、ハニコさんはラスカル君とも仲良くて、そのなんかこう大食い界隈のドラゴ君とかでラスカル仲良くて、でもう泣きながら一回頼むから、もう人に迷惑かけることだけやめてってマジで言われたんですよ、泣きながら。で多分それまで、そうやって言われるまで俺そのひどいことしてるってことも気づいてなくて、精神的に追い詰められすぎてて、頼むから人に迷惑かけることだけはやめて、本当にやめてって泣きながら言われたんですよ。その時に、あ、俺なんてバカなこと今まで してきたんだろうってことに気づいてから、いろんなことが変わって、で結果そのラスカル君のことも受け入れることができて、だから彼にもすごい何回もこの話するんですけど、本当にごめんな、あの時って言うのってこと言うんですけど、そのいろいろあって、2017年優勝を返り咲けて今があるっていうのはありますね。かなり濃い話してますけど。濃い。でも使っても平気？いや何でも使って、俺はマジ NG ゼロだから何でも使っていい、本当に。すごい、なんか本当にすごい。人生映画にしてほしい。見ましょうか。ね、本当にね、もうすごい、そうなんや。でもめっちゃ彼には本当にね迷惑かけた。でも彼はね今そうやって話しても、でもそういう話を何個も僕5回ぐらい聞いてますけど、それを話してるマックさん見るのが好きですって言われるから、俺ね、もう人間的には彼に勝てないね。やっぱり思う、本当に思う、それは。確かに本当に落ちてる時がね、もうそうやってなんかこう気づかない部分で温かくこう見守ってくれたというか、その時に本当に周りの人のおかげで今があるなっていうのをすげえ感じてます。人生経験いい話すぎる。メンタルでやっつけられた時期とかあった、自分が生きてる中でさ。でもやっぱ私それこそマックスとかに感謝してて、マックスとあのタニアンと檜山先生に感謝してて、あの世界戦で私が途中で試合放棄じゃないけど試合食べられなくなった時に、なんかその後合流した時になんかすごいなんかみんな明るく
なんか説明が難しいけど、マックスみたいにうまく説明できんけど、結構ガチぶっちゃけだね。そうだよね。ちょっとやっぱやめてくださいって言うかもしれない。この辺全然全然、それはそれでいい、それはそれでいい、それはそれでいい。こうなんか私も、まあ、試合途中でなんか出れなくなって落ち込んでたけど、でもなんかそれを多分全てを分かってみんながなんかすごい笑顔で、なんだろう、変に気を使わずに、まあしょうがないよみたいな感じでなんか明るく迎えてくれて、それでめっちゃ感謝してる。それがみんなの感じがなかったら本当一生あっこからなんか自殺してたかもしれない。でもやっぱプレイヤーだから、うん、もやさん多分気持ち分かるけど、うん、でもそれは多分 今の言ってるのは多分大げさじゃないと思う。決して結構彼女の本社と思います僕、うんうん、そうだよね。そのだってさ、うん、攻めるわけじゃないけど、うん、上空的に考えて、うん、年始の特番で、うん、ゴールデンタイムで3時間だから4時間ぐらいの放送の大取りですよ。で日本が勝つか負けるかっていう大取りの大取りでしくって、俺だったら本当にその、うん、さっき言ったやめるやめないじゃないけど、そこまでなると思う。プレッシャーやばいっすね。でもすげえな、這い上がれたのはすげえわ。いろいろあったね、いろいろあったね。でも俺思うけど、あの時、うん、一番現場で、うん、俺本当に感動したのは、うん、もやずがそれがあったじゃん、うん、だけどその後に、うん、その場所にもやずいなかったじゃん、うん、あれアメリカチームの、うん、あのボブとかモリとかがもう試合とかいいから彼女と大丈夫かみたいなスーパー打ってたの、うん、だから俺それ見てうわ何なんだこいつらと思って、うん、俺は そこにも感動した。あれねマジでマジで紳士だったよ彼ら、本当に俺未だにあれは忘れない。だこの前ネイサンズでボブ来てくれたの、うん、客で終わった後にアダムとかとなんかこう話したんだけど、うんうん、だからその時の気持ちもあるし、うん、なんかこうめちゃめちゃやっぱ嬉しかった。未だに付き合い続いてるだからやっぱり多分自分の心の中であったんだろうな、なんか、うんうん、もうなんかもうずっと付き合いたいと思ったんだろうな、多分俺が勝手に。あの時と変わらない笑顔で、うん、僕は元気だったよ、うん、なんかいいね。でもう一回ブブと戦いたいとは言わないけど、ブブと会いたい。マジで、うん、ボブに言っとけよとしたら、うん、いやもうこれ使う使わないもう別として、俺個人的にすげえなんかありがとう、うん、なんか正直触れていいのかいけないのかみたいな部分も俺なんかあったから、うんうんうん、なんか私も、もう触れて欲しくなかったというか、なんかもう自分でもなんか思い出したくないから、そうだ今になってやっと自分から言えるようになったけど、いや本当に、うん、だよな、初めて言ったかもしれない自分で。いやでも俺も正直びっくりしたよ、うん、本当にびっくりした、びっくりした。まさかこんなディープな話が聞けるとは、これも厚みな話しかない。マジですか、本当にあれはやばい、本当に本当にしくじり先生いつか出ようと思った。他局だけど本当にモリとか僕は心配してた、誰よりも多分心配したと思う。恐ろしい、大丈夫か。ご飯が出てきました。うん。うん。ゆっくり話しながら二人ともちゃんと着実に食べてるっていうのが。うん。時間って大丈夫か。うん。もう何時？もえこの時間も。今何時ですか？14時40分。うん。もう何時ぐらいまで終われば大丈夫？何時だろう。もう4時くらい。言うぐらい、うん、4時も大丈夫なの、うんうん、3時半とかも言ってもらえば全然俺合わせられるよ。じゃあさ、うん、気持ち早めに食べるから、うん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 、あとは手を入れる、これくましにしてるから、うん、うん、うますぎやで、うん、うますぎ注意報発令や。特に意味はございません。発令した、美味しすぎる。あとデカ盛り、あ、この箱めっちゃ汚してるけど大丈夫ですか。
ちなみに前回も言ったんですけど、うん、マックス鈴木一口目も、うん、これ赤いじゃないですか、うんうん、でこれチッチッとおっしゃるじゃない、うんうん、おっしゃる皆さんこれ血ではなく色素がついた肉汁です。あ、そうですよね。ほらみんなチーチーって言う。じゃあ俺もそう思ったんだけど、うん、これ色素がついてる肉汁なんだって。うん、なんなん安心。血じゃないんだってさ、これ。じゃあ生臭さもないですね。皆無、皆無。うん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 。てかもうそこ見えてるんですね、これ。はい、だって美味しいんだもん、うん、だって美味しいんだもん。その顔なんだ、その顔なんだ。意味ない、意味ない。意味ない、意味ない。全然意味ない。いじっときます。これさ、うん、卵いつバッカーンよ。え、どうしよう、忘れてた卵のこと。俺もさ、ファッて目に入ってさ、うん、あ、やべと思って。やば。いつでもいいよ、俺は。うん。今行っちゃおうか。どうしよう、いつでもいい。今行っちゃう？バッカンちゃっていいですか。バッカン、え、一回食べたことあるんだよね、卵。ゆで卵は初。あ、初？卵焼きで食べて。これどういうやり方が正解なんだろう。シェフ、これどういうやり方が正解ですか。そうですね、一応ナイフとフォーク用意してるので、もう他に。なるほど。ちなみに、ものすごい、ありがとう。ちなみにね、ものすごい重い。Thank you。 で、お皿ある？ここでやる？お皿もらう？ここに置いちゃう。これね、見た目以上に重いよね、うん、見た目以上に重い。ギュッと感がやばい、うん、ね、やばいよ。そこでいっちゃう。なんかあの、かまぼこみたいじゃないこれ。かまぼこみたい。なんか、鶏のやつよりも薄いとか、ちょっとなんかね、プリプリプリ。手で、どうしよう、これどうしようかな。うん、全然卵だね、うん、なんか、割と普通の卵だな。うん、鶏の卵よりもあっさりしてるかも。あ、確かに、ね、で、食感がちょっと、うん、寒天に近いのかな。ゼラチン質が美味しそう。もう超絶的確な表現なのよ。もうそれだよ、もう答えだと思う、それ、うんうんうん、ちょっとなんかあの家で作った寒天ゼリーに近いかもしれないです。そうなんですよ、あのほぐれやすいです、すごい、うん、ちょっと緩めな ね、 ね、なんとなくイメージでなんかちょっと獣っぽい野生の味するのかなと思ったけど、全然臭みとか全くないし、美味しい。むしろ真逆だわ。うんうん、真逆。これちなみにダチョウの卵ってやそれこそ聞いてないよね。これダチョウの卵って結構あれなんですか、手に入るものなんですか。そうですね、今だとこれも通販であのダチョウ牧場から取り寄せたんですけれども、はい、季節によって入りやすかったり入りにくかったりするんです。へぇー、それ茹で上がるのに1時間半ぐらい。うん、1時間半ん、そんな、うん、全然関係ないし、うん、移動多いじゃん、うんうんうん、飛行機のこと多いでしょ。うん、多い。長距離の飛行機の移動中って何やってんの。飛行機の移動中は Wi-Fi がつながる便だったらもひたすら普通に Wi-Fi つなげて携帯いじってる。え、携帯つながる Wi-Fi？ うん。え、あの国際線で？うん。え、マジで？あの課金すれば、課金できた。課金すれば。あ、そういうことね。そう。そういうことね。あ、そういうことね。入れなくて来ちゃうけど、国際線やと結構ね、映画が豊富やし。
映画めっちゃ見るかも。やっぱ映画だ。うん、映画をみんなでやってバッて見て、あとひたすらお笑い見てる、漫才番組見てる。だから、うん、多分飛行機でもう休み来てたの、一人で爆笑してると思う。うん、怪しいと思ったら声をなんか手当ててそんなにながらそんなに面白いの。そんな見ちゃうんだ。大好き。空港ってあのラウンジってあるじゃないですか。はいはいはい。ラウンジ、フェルトの大食いの時に何回かちょっと入らせたのとかあって、ちょっとなんかちょっといい感じのラウンジあるじゃないですか。あ、ラウンジもグレードあるじゃないですか。いいとこいいよね。何の会話だ。いいとこいいよね。多分頭で出てるの一緒のとこなんですけど。そうあのカレー美味しいとこね。それすごいよね。あれすごいよな。あれラウンジってすごくないですか。あのなんかシャンパンとか、ねね、食べ放題飲み放題の、しかもなんかあの成功者の椅子みたいなとこがブワーってなんかね。みたいな、ね、シャンパンカーンみたいな、お前誰だみたいな勘違いしますよ、あれ勝手に勘違いしちゃう。選ばれし者がいる、選ばれし者がいけるとこだって、あのラウンジ行きたすぎてもう3時間前空港入りとか全然ありですよ。ありだよね。あるあるなんすかそれ。いやもう気持ち的には全然あるあるっす。黄身も結構あれだね、しっとりしてるね、なんかクリーミーね、全然食べやすい。なんか鶏 のおでんに入ってるゆで卵ってめっちゃパサパサしてるやん、うん、あんな感じじゃなくてすごいクリームって感じ。確かにもう、なんか一回ちょっとだけ薄くマヨネーズで伸ばしてそれをまた固めたみたいな感じです。あのボソボソってよりはなんかね、しっとりだよね、うん、ペーストっぽいっていうか、うんうんうん、うん、確かにそれめっちゃ言ってること分かる。そんな感じだよね、うんうん、一回こう混ぜたものをまた干して混ぜたものを固めたみたいな、うんうんうん、相当食べやすいですね。これは初めて食べるから正しい食べ方が分からん、ね、スプーンかな、うんうん、正直なこと言っていいですか、はい、1.5 キロ結構ずっしり、うん、やっぱ重量は重量でした。急に来たぞ。胃袋に急に来たぞ。急に来たぞ。こうも違うんですよ。やる人間がこう違うぞ。ちょっとだけ騒いだのが違うんです。なんかさっきまで余裕かなって思ったら急に来たね。だいぶね、だいぶね。おいしいのもダチョウの卵。あのラウンジまた行きてえな。うん、でも本当に知らない世界ってあるんですよね、自分の。うん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 。ちなみにさ、うん、ビジネスクラス乗ったことある？ビジネスクラスはなんかね、一回台湾ロケ行くときにもうビジネスクラスしかなかったって言われて乗せてもらったことある。珍しいだった。やばい。うん、うん、もうちょっと聞いていいですか？リアルな会話。俺エコノミーしかないんですけど、ファーストあります？ファースト乗ったことない。ない、うん、この中でファースト乗ったことある方いらっしゃいますか？いらっしゃらないですか？いいな。ファーストってどういう感じなんですか？やばいですか？絶句じゃないですか？日本のだければいいんすか？あ、じゃあデルタとかわかんないけど、それやばいな。すごい。いつでも？だって飛ぶ前に？ファーストって価格帯ってどのぐらい、すごいんですか？まあ、場所にもあると思うんですけど、例えばエコノミーの何倍とかわかんないんですけど、ちょっとお時間あったら調べてください。わかりました、ちょっと調べてみて。じゃあ次もしタイに行くとしてみんなで、
まあ、ファーストクラス乗せてくれたりとか代表が頑張ります。この代表頑張るし、もう萌えあずさんが来てくれるんだったら頑張ります。乗りたい、ファーストクラスで行きたい。最悪僕泳いでいくんで、僕の余裕も使ってください。行きますよ、泳いで。そしてあの途中の南の島とかで寄り道してくかもしれないですけど、ちょっと大食いしてるんですよね。大食いしてる、大食いして、あの賞金稼ぐわ。賞金稼ぐ。ほんまにやってそう。もう価格すごい興味あるな、うん、ファーストって。てかファーストってどういう人が乗るの、うん、マジでどこどこの社長さんとかそういう感じで、うん、めちゃくちゃ気になるわ、うん。てか乗り口一緒なのかな、そのこのファーストの話と。どうなんやろ、秘密の扉ありそう。ありそうだよね。ありそうだよね。うん、乗ってみて、ファースト乗ってみたい。なんかね、お部屋みたいになってたりするらしい。そうなの。うん、俺のイメージって、うん、ちょっとリクライニングがすごい椅子があるみたいな、そういうイメージ、うん、部屋なんかほんまか嘘かわからんけど、シャワーが各席についてるみたい。え、嘘かな。え、マジで。え、でもそうやって話が出るってことそういうのあるんじゃないの。うん、クソやん。シャワーってベッドあって、なんかもうホテルの部屋みたいな。今、まあ、タイのバンコク、まあ、東京からバンコクまで向かった場合のファーストクラスの大体の概算が、うん、エコノミーいくらですか。エコノミーですか。エコノミーは、エコノミーと、うんうん、ファーストの差を知りたいです、うんうんうん、ビジネスと、うんうん、何倍ぐらいかのあれで。東京からタイに行くのと、タイから向こうに東京に来る同じファーストクラスだとしても、東京からのタイに行く方が4倍ぐらい。え、え、なんで。タイからの方がいいです。どういうこと？理由は分かんないです。曜日とかかな。あー。え、航空会社一緒でも。ものすごい興味あるんだよ。うん、結構芝居出ますね。言ってもこのサムライチャンネル、うん、一回ニューヨーク行ってるんですよ。うんうん、いきなりステーキさん、ペッパーランチさん撮らせてもらってて、いいな。たまたまその時に、あの一ノ瀬社長いて、写真だけ撮らせてもらって、エキステの。僕帰りの、うん、帰りの飛行機一緒でした。社長とか言ってて。ファーストだったやっぱ。ファーストって。え、とりあえず俺のあのフロアにはいなかった。いなそう。なる？日本からタイバンコクとエコノミー大体ですよ、ね、エコノミーで東京から行くと約、まあ、2-3 万、うん、約です。でビジネスクラスやったら、うん、東京からタイで約12-13万。おお、え、待って待って、え、ビジネスでそんな跳ね上がるの、はい、すごい。で5倍ぐらいってことビジネスで、うん、それで、ファーストクラスですね、東京からタイで約85から90です。ファーストクラスです。ちょっと時止まっとけど。時止まってよ。片道？片道？え、それ、ちょニューヨークで調べてもらっていいですか？わかりました。気になる。サムライティングでこういうフライトのチャンネルだけ。純粋に気になる。今なんかちょっと、あれ時間あれだったらもし抜けても大丈夫。うん、あれ行くなら大丈夫。ちょっと予定より長くなってるかも。ニューヨークですか。はい、エコノミービジネスファーストクラス、はい、はい、めっちゃそっちに気が取られて、めっちゃ食べ方ボロボロになって俺もうひっちゃがみっちゃがなって気が気じゃない、食べ方下手がみになってう
この時間に食べる食べる。卵すごいね。想像以上に。食べやすいけど、重さは裏切らない。うん、これ本物だわ。うん、このずっしりは本物だわ。うんおじいちゃん大丈夫だよ頑張るぞおじいちゃんだよおじいちゃんみたいなロケもしたねしたね懐かしい特殊メイクでうんエンジンかけます、うん、俺も戻ろう、うん、卵やったら俺食うからうんうん全然マジで全く無理ないで、うん、多分あれ時間があるしちょっと俺巻きで食うわうんうんマジこれしか見てないはいニューヨークでエコノミーで大体14ドル、うん、大体、うんうん、で、うん、想像の範囲で、でビジネスクラスやったら片道で日本とニューヨークで大体50-60万うわえ待って待って今がビジネスビジネスで、うん、でちょっとでファーストに関しては明確な数字がなかったんですよ、うん、大体片道、うん東京とニューヨークですよ。ファーストクラス200万です。東京からタイに行くのも2倍以上ですね。ファーストクラスやったら。片道200万。ってことは、うん、200万の何かがあるんだよ。うん、何ですか、それマジで。急になんか皆さんすごい静かになりました。うんいや、これで信じられないですよ、うん、だから200万で何できるかなって方を考えてた逆にねそう、何を我慢すれば乗れるかなって発想がもう乗る前提の数ですそう、乗りたい結構いい新車のバイクとか買えますよ200万買えます車も買えちゃうね全然買えるよね超高級お寿司屋さんで爆食しても多分そんな行かないよね絶対行かないと思うどんなに食べても、うん、どんなに食べてもずっとそんな行かないね100万円も使い切れないと思うよねご飯だけでそれ無理やんね、うん、せいぜいいいとこ頑張っても2、30万ぐらいと思うな、うん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 、そうそううんえ、乗りたい乗ってみてぇなこのサムライイーティングがマットストーニーぐらいのでかいチャンネルになったらそれも実現するかもしれないありますね頑張ろううん頑張ろうでもそれで連れてってもらえるの頑張ろう乗ってるんだよ、うん、みんなでマットください、うんうん、多分僕らはエコにやってますけどちょっと気まずい降りた時盛大に文句言います首痛いとか言ってあー伸び伸びしたかったわねえ乗りたいいやこなんかそれ片道ですから頑張って200万貯めてもニューヨークには行けるんですけど帰ってこれますうん。でもマックス今多分、うん、あ正直俺乗れるかもって思った。動揺してるじゃん。動揺してる。動画めっちゃバズれば全然ないんだ。って思ってると思う。ちょっと多分リアクションに困るのでやめてですか。リアルだお。
今使ってね、絶対に。でも、うん、一度でいいから、うん、一生で行ってみたいですね、うん、本当に、うんうん、思い出作りっていうか、うんうん、面白そうですよね。絶対面白いと思う。で、翌日朝早いんで、やっぱりマックスさんの夜とか行くんですよね、どうせ。遊びもうそれこそあれですよ、楽しみの一つというか、時間がやっぱもったいないって思っちゃうから、めちゃくちゃいい。寝坊さえしたけど、寝坊は今のところないかな、うんうん、あ、逆になんか食べなかったな、大会の、僕ひとした疑問なんですけど、うんうん、大会とかの前日、夜とか食べないっていう選択してた場合、翌日食べれるものか、逆に食べれないものですか。この胃袋を広げた方がいいかも。あー、やっぱり入れといた方が。そう、どうなんやろ。俺は入れます。あー、なるほど。なんか伸ばしとくと多分2日3日伸ばしても実際そんなには変わらないと思うんですよ。だけど精神的に落ち着くというか。あ、なるほどなるほど。昨日ちゃんと伸ばしたし。うんうんうん。あ、それ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 。胃袋柔らかくしてできてるねっていう。そう。スポーツ選手のあのあれみたいなトレーニングみたいな感じで。はいはいはい、準備運動みたいな、ね。そうそう。前日サボったからって次の日ダメなわけじゃないけどみたいな。なるほど。結構メンタル的なところ。うんうんうん。間違いなくあのいいパフォーマンスの追い風になると思います。うんうん、自分じゃあ大分結構自分との勝負。うん、もう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 、うん。逆にそこ以外ないよね。うん、なるほど。なんかなんかド M な人が多いね。落としどころそこなんすね。ちなみにもやちゃんは。うん、激辛がすごい好きらしいんですよ、うん、で一回聞いたことあって、その痛かったり、うん、味分かんなかったり痺れて、うんうんうん、参ったりして、いやそれなん、それどこがいいのって聞いたことあるんですよ、はい、あの辛さは刺激ですよね。そしたらなんかそうなってるなんかなんか自分がいいみたいなこと言ってるとちょっと俺未だにあれ理解できないんですけどあれあれ何なんですか、あの辛いから辛いからいいみたいな、そうなってる自分がいいみたいな。この辺が燃えてて、ハーってなってるのがいい。わからん。マックさんはさ、同じ大食いになるんですか。俺も辛い、無理ですよ、もう。うまーっが、気持ち、なんかいいとは。そう、ならない。なんか、過酷な状況でいいなと思うのは、大食いで辛い時、うん、苦しくなってくれば来るほど俺はテンション上がる。それがすごい。なんかトレーニングっていうか、あ、俺成長してんだよ、今みたいな。すごーかっこいい。だから大食いのファイトに関しては食い切れるものを食べてても安心はしないです、絶対に。うーん、でも食べきれないものだといろいろ問題もあるからっていうのはあるけど、うんうん、正直言うと食べきれない量の方が俺は安心しますね。うん、負ける方が。なるほど、なるほど。うーん、可能性を感じるというか、うん、ポジティブな。でもそうなんか安心しないです、逆に。なるほど。同じところをずっとぐるぐる回ってる気分になっちゃって。あ、それは分かるかもしれない。親やさんと辛くてあーってなってる時いいっていうのはどういった感じなんですか。辛いのはなんか、はい、こう今素でえっておっしゃってました。なんかマックスさんはどっちかっていうとこう苦しい大食いやってて苦しい時とかは、うん、あ、なんか自分成長できるなっていう可能性を感じるっていったところでなんかこういいっていう意味をしてたんですけど、もやすの場合はあ、辛い感じの時は、まあ、どんな感じなんかな、もっとあ、辛く感じる私もっと辛いって言えばそうかも。そうかも。やっぱこう自分の感覚が支配されてる感じ。ちょっと待って、マックスさん、分かる分かる、今俺マックスさんの気持ち分かるかもしれない。
界の範疇あれ、今年なんていうの、ちょっとお酒に酔ってきたみたいな感じ、なんかそのなんかこう、自分のコントロールできないというか、ちょっと、ちょっとなんかこう、ふわっとするなみたいな、ちょっと危ない薬みたいなこれ大丈夫ですか、大丈夫ですか可愛らしいでしょ、小林ちゃん、こんな感じ、ずっとこんな感じなんですよさっきね、俺ね、うん、あっちに UFO がいるって言われて、こっち見たのって UFO いた、多分いないと思うんだよ。 UFO 見てきて、うん、UFO さん、 UFO さんって何、うん、UFO いないよね、いなかった、いない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 、うん、あ、なんかね、今見てる間に結構食べた、いや、マジで、うん、え、すごいね、ちょっと、え、マックスの方が遅くない、あ、ほんま、ほんま、ほんとだ、ほんま食べないと、うん、イエイ楽しいでしょ、うん、頼もしい、肉が柔らけえな、おい、うん、違えてもよ、ガツガツな感じ、マジすごいから、ほんとに、結構ブルジーソースのお気に入りですね、うまい、何もかけてなかったか、これは食物の逆につけてないです、うまいね、このコンフラディッシュホイップみたいなやつにハマった、わかる、おいしい、やっぱ味変があるとやりやすいですか、うん、こんだけいろんな味のバリエーションあるから全然飽きない、あ、そう、飽きが来るのか、
にイエイイエイ完食しましたお疲れ様です。はい、うん、それでは、うん、お肉もりもりプレート、うん、完食しました。あー美味しかった。はい、うん、がっつりお肉を食べた後は、うん、オリジナルなデザートをいただいちゃいましょうということで、ショートケーキ 800g の登場だ。よいしょそうっすね。持ちます、持ちます。でこれもらっちゃいますね。持ちます、持ちます、もらっちゃいますね。ふう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 、ほんとぶどうも乗ってる。ほんとだ、あ、ほんとだ、ベリーベリーぶどうって感じだね。すごい、ベリーベリーぶどう、イチゴだろ。ベリーの1個ベリーとあのラ、はい、そうですよいしょ。じゃこれ真ん中に、そうですね、うん、文字のなんか説明のやつやる。あ、確かに、確かに。はい、ローストビーフ、お肉メガ盛り、なんだ、なんだろう、さっきお肉のメガ盛りが食べ終わったので、デザートのショートケーキでーす。じゃじゃーん、800g あります。手作りだそうです。いただきます、うん、全然喋っちゃってね。いやいやいや、うん、このままの流れでいっちゃいますか。うん、そしたらこれを2人でいただくということなので、うん、じゃあそこまで姫入刀を、うん、いいのお願いします。じゃあ、お、すごい切りやすい。パッカンいく、これパッカンいけるやつ。おお、おお、こんにちは、こんにちは、ケーキ食べます。ローストビーフ8キロぐらい食べた後ケーキ食べます。はい、よっしゃ。じゃあさらに移し食べよっか。うん、じゃあ持ってるから移すさっき。あ、そっかそっかそっか、うん、移し。お、来たよ、ほい。ナイスキャッチ。オーケー、ナイスキャッチ。よいしょ、よい、お、サンキュー。結構ね、重い。なんかね、ちっちゃいかなって思ったら正直。え、めっちゃ重くね、これ。めっちゃ重い。どういうこと？結構、結構ですよ、うん、ありがとうございます。ちょっとしまったところに乗せよう。これ結構重いっすよ。詰まってますね。なんかゼリーとかいっぱい入ったなんかお中元みたいな重さですよ、これ。確かに。硬い方の羊羹ぐらいある。あるよね、ね、レンガ、レンガぐらいある。あるある、本当に。効果ありますか。欲しい、ありがとう。ショートケーキのレンガぐらいあるって多分初めてだと思います。マジで、そんなずっしり。本当にいただきます。いただきます。それだよね、うん、結構スポンジはしっかりです、うん、ふわふわじゃなくて。あー、なるほど。だからこれはね、見た目の普通のショートケーキよりずっしりきそう。うん、食べ応えがすごいありそう。うん、なんかパウンドケーキに近いね。すごい、すごい。あー、なるほど、なるほど。うん、可愛い子がイチゴのケーキを食べてるっていう、これ以上の絵面ってあるんですかね。世の中ないですよね。ですよね。俺これ以上の絵面マジでないと思う。なんか俺のイメージでアイドルの子は好きな食べ物何ですかって言われたら、もう絶対に答えるのがイチゴっていうイメージなんです
まあ、昔の夢じゃなくてしないですけど、だ俺の中でこの理想像なんですよね。なんかこうアイドルの子の理想像というか偏見というか偏見級の理想が一番ないほぼ偏見ない確かに一番回答的に正しいかも。いちごっていうのが一番かわいい。リアルリアルリアル、うん、リアルやぞ今の会話。リアル、でもどうなんですかね、アイドルの世界も結構やっぱ変わってきてるんですかね。そのなんか例えばそのなんていうんですか、見つけた部分なんですか、しば漬けですみたいな、うん、みたいな、でもそういう子もありみたいな、うんうんうん、なんかそういうのあるよね。多様化、確かに昭和の時代は不景気って言わなきゃいけないっぽかって平成になって、なんだろう、しようかなとかいう子が可愛いってなったりとか、周り結構いる、そういう子、うんうん、いる、うんうん、そうなってそうかも。あの、え、好きなキャラクターなんですかみたいな、なんかポムポムプリンみたいな、うんうんうん、なんかじゃなくて、好きなキャラクターなんですか、暴れん坊将軍わかんないでしょ、わかんないでしょなんかそういうイメージ、俺の中でそういうことですよね、その答えるであろうところではなく、全く違う方向で答えるみたいな。それで言ったら、もやすさんもそのアイドルの体って大食いのイメージってパッと見ないじゃないですか。でも、もやすさんは大食いアイドルっていう、こう、なんていうんですか、パッとアイドルで想像されるものでは全く違うジャンルのアイドルさんなので、すごい多様さが広がっているな、しっかりお仕事してくださるなっていう見せてくださって。マックさんはなんかアイドルやりますか。はい振りましたね、やりますよやりますね、俺マジで選ばれしの曲踊りますよあ、やりますよ。それからイケてるハーツの曲踊りますよあ、イケてるハーツじゃないでしょ、ダッセー、イケてるハーツって何ですか。あとで教えてあげますよ、あの、イケハって言ってください。イケハ、あの、ニジカちゃん推しですからイケハずっと言ってるもんね。俺もあの、嫁さんも大好きな、うん、あの、もやず、なんてお友達グループの、なんて言うの、そう、姉妹グループ、イケてるハーツハーツさんといて、はいはいはい、すごい好きなんですよ、僕の奥様がのニジカさん、あ、リーダーの方ですか、今調べてるんですけど、うん、最年少だけどリーダーの人がいて、イケハ、うんうん、あ、皆さんは、ニジカさん、マックスは結構さ、ライブ来てくれて、なんかタオルとか買ってくれるやん、でそれを動画で頭に巻いてくれたりしてるとめっちゃ嬉しいちょいちょいモンヤズのタオル巻いてくれてる。マジ理由があって、はい、なんでかわかんないですけど、いろんなタオル持ってるんですよ。やっぱ髪の毛長い時って邪魔だから結んで、あの髪の毛邪魔半分、ハゲ隠しで半分タオルかけてやってるんですけど、まあ、デビュー戦の時もつけてらっしゃいましたね。やってるんですけど、そのなんでかわかんないですよ、結果的に萌えやず関係のタオルを巻いてる時っていいパフォーマンスできてるんですよ。例えばイベント出てたらすげえ会場が盛り上がってたりとか、自分がいっぱい食べれたりとか、いいパフォーマンスができた時が多いんですよ。だから俺の中で勝手に当たりタオルになってるんですよ、だから萌えやずのタオルが。なるほどなるほど、これマジです。嬉しい。今までなんだろう、いろいろあんな、萌えやずのタオルもあるし、うん、あとはブラックキャッツだっけ、あれとかもあるし、なんなに、あとね、そういうところもめっちゃ嬉しい。ムヤズのライブに行くとね、確実に1回僕恋に落ちますね必ず終わった後に、はい、あそこの、あそこで何々歌ってたあの子誰え、そっちでもこれ、この話続きがあって、はいはいはい、例えば、はい、何々ちゃん可愛いって言うじゃないですか、なぎなぎちゃん可愛いっていうのを嫁さんも一緒に行ってるんで、ハミコさんも一緒に行ってるんで、それをもう別に言うんですよ俺普通に。したら、え、今頃気づいたのって言われました俺より嫁さんの方が先にもう可愛いからみたいな、いや遅いんだけどみたいな。なるほど、先に行かれてたと。そういう感じだから、そんなこと言っても怒るどころか逆に魅力気づかなかったのあなたみたいな、そういう感じの怒られ方します。なるほど、どういう怒られ方だから愛がすごいんですよ。なるほどですね、はいはい、
ようやく気づいたかと。だってこうやって話取れますけど、はい、なんだっけな、年末お世話になってる飲食店があって、そこのところの忘年会行ったんですよ。まだあのチビマックスが生まれる前に、あー、はいはいはい、行った時にその奥さんも呼びなよみたいな、あ、いいっすかって呼んで、その仕事っていうかこうお世話になった人みんなでなんかジョジョ園さんかな食べたんですよね。なんで打ち上げ行こうって言ってキャバクラ行ったんですよ。うん、キャバクラ行ったらなんか俺よりもなんかこう盛り上がっちゃってて、何ですかほう、今度あの本指名で一人で来たいんだけど女の子来ても大丈夫かな一人でみたいなガチそういう感じみたいな、ガチですね。だ結構面白いです。そうとこトークが弾んだのギャグでガールズバーとか行こうかなとか言ってきないわって普通にいますか。いや別に俺興味ねえから行かねえんだけどみたいな。あ、なるほど。器が大きい、器は広い方ですね、うん、本当そういうタイプしました、うん、奥様のお話僕初めて、ほぼほぼ初めて聞いたかもしれない。あ、そうでしょっけ、お人柄というか、なんかねマックスに対してめっちゃズバズバ言うよね。うん、結婚する前から。あ、そうなんですか。それはすごいなってる。ツイッターとかでこうお料理だったりとか、まあ、そういうのは拝見してますけど、うん、そういう風にズバズバ言われる方なんですね。いますね、なんでもズバズバ言いますね。でも年下、でも今まででもズバズバで一番ハートに刺さってるのは、私マックス鈴木の奥さんになったわけじゃないから、鈴木高政の奥さんのことね、めっちゃええとか言って、めっちゃええとか、お疲れ様、お気をつけて、もう一回言ってほしい。あ、お疲れ様、おかえりなさい、お疲れ様。めっちゃええとこで買いましたね。しかもまあまあなんかいい感じの、うん、熱いセリフやった。まああのあれなんですよ、鈴木高政のことを好きになったって言って、はい、別にマックス鈴木のことを好きになったわけじゃなくて、僕鈴木高政って言うんですよ、本当に。はい、あ、さらっと公開するんですよ。すげえ、マックス鈴木のことを好きになったわけじゃないからっていうのは言われたのは、いまだにグサッとこう触ってますね、ハードに。うん、やっぱり嬉しいですよね。もう腹ビビれますね、おおってビビった。なんかシチュエーション、シチュエーションとかあったんですか、もし無理だったら。いや、いいですよ。それはさっきの話と流れますよ。2016年の暗黒期ですよ。はい、で 俺と、ね、こんな俺と結婚してよかったのみたいな。大食いも弱いし、何もないし、みたいな。落ちに落ちてる時ですよね。で、あなたと何か勘違いしてるかもしれないけどって言われたんですよ。はい、もうね、もう本当に嬉しかった。かっこいいっすね。本当に嬉しかった。もうなんかね、今言わないでもその感動は忘れないし、ぐわーっとなるやつ思い出すと。でも、帰り道もなんか思い出すんですよ。で、テンションぐわって上がるじゃないですか。家帰るじゃないですか。そうすると普通に、いいか先お風呂入ってきて。ただいまーみたいな。もうテンションが張りまくってるから、こっちはもうなんかもう、感謝感謝みたいな。ただいまーみたいな。いいか早く帰ってきて。あ、はい。はい。アニコさん、つえー。もうほんとそういう感じです。ほんとそういう感じ。え、余計好きになった、アニコちゃんのこと。素敵な人ですね。あとこのハニコさんのトーク、マックスにもされてたじゃないですか。あのもやすさんがすごい嬉しそうに、あーとかってずっと言ってるんですよ。すっげえ、ニコニコしてる。言ってるかな、言いそうと思ってる。言ってるもんね。うまっ。おお、もう終わりました。うまっか。早っ。でももやすさんももう、やっぱりね、もやすっている存在があると、いろいろ喋りたくなりますよ、自分の歴史とか。いや、なんか結構いろいろと聞けて。私も初めて結婚の話とかいろいろと聞いて。今日一の見どころで。な、ごちそうさまでしたありがとうございます。いやもう最後までありがとうございました。ありがとう。どうした、お肉からのケーキからのって感じでしたけども。美味しかった、何より美味しかったし、しかもいろんな話聞けたのが面白かった。
ども、個人的に、なんかその今までそのデビューから今に至るまでのいろいろな歴史をこうやっぱもやずって存在がいるとやっぱそういうの話したくなるし、どうしても出てきちゃうんですけど、より濃く話せて、なんか改めてこう0から1にの時の話とか思い出せて、こっから先のビジョンもちょっと考えるいいきっかけというか、いい回になったなって個人的に思ってます。本当にありがとうございました。ありがとう。マックさんいつも以上に言葉が多くて面白かったです、うん、本当にちょっと言い方語弊あるかもしれないけどナチュラルなんですよこれ、すごく燃やせる時ってもう楽、本当になんか兄弟いないけど妹みたいな感じなんですよね、勝手に思ってます僕は。勝手に思ってる、ね、お兄ちゃんおらんけどお兄ちゃんみたいな感じで楽な感じ、お互い勝手に兄弟してるんです。そうです。今後、うん、結構今動画もやられてるじゃないですか、なんかこうやりたいなとかって思うこととかあります？やっぱりこうまたマックスと一緒にやりたいなっていうのがまずあって、嬉しいね。次やるとしたら何食べたい？そしたら次やるとしたら何がいいかな、やっぱお肉いったから麺とか。でも俺個人的には、うん、俺もまたコラボしようと思ってて、俺個人的にはやっぱり最初に会った時のがお寿司だったんで、お寿司個人的にはやりたいなって。あーいいねー、うん、出会いの、またそしてちょっと話したいなっていう、昔のよりを思い出しながら、もう一人ぐらいでもいいかもしれないです。あーいいっすね、うん、しんちゃんとかリアルだったもんね、リアルタイムにいたから。いたいた。そうなんですか、うん、そうなんですよ、その戦ってた相手の一人だったんで、そういうのもありかな、ね、か、あれあの時中村ゆうじさんの翔平さん、え、誰だ、ゆうじさん、ゆうじさんか、なんならゆうじさんがいいな、ゆうじさんがいいなって言える立場じゃないけどね。代表、代表うまくお願いします。そんな感じですか ね、あと、あれ海外行きたい、海外行きたい、行きたい、タイ、タイ、オアベトナム、タイ、オアベトナム、わかりました。代表よろしくお願いします。代表がお願いします。よろしくお願いします、うん、これあれっすよね、あのもやちゃんのチャンネルも言った方がいいっすよね。もやちゃんの何チャンネル、普通にもやのあずきで検索したらなんたらチャンネルみたいなのつけてなくて、もやのあずきのチャンネルも見てください。見てください。概要欄のごチェックです。チャンネル登録してください。いいねもね、いいね